金メダルに輝く鹿島丈博だった。これは小学4年生の時の鹿島、すでに見事な旋回をしている。将来何になりたいねんとか、まあ、先生に聞かれるんですけど、まあ、そういう時にオリンピック選手になりたいと、もう小学校1年生の時からオリンピックに行きたいっていう思いはあったので。一方の富田、なかなかうまく旋回ができない。鹿島は中学3年の時、学生や社会人が出る全日本の大会に出場し、あん馬で優勝。そんな鹿島を富田は自分とは別の次元の存在だと考えていた。もう本当小学生とかの間っていうのは追いつこうっていう気持ちっていうのはいかないところまで彼は言ってたので、もう日々の練習を本当に積み重ねていくだけを考えてましたね。富田が頭角を現したのは高校生の時だった。高校からは中学までのゆか、あん馬、跳馬、鉄棒に加えて平行棒とつり輪が増える。上半身の筋肉を使うこの2種目で富田は抜群の強さを見せたのだ。超高校級の力技を富田は軽々とこなした。実は小学生時代から明け暮れた倒立の練習がいつしか強靭な上半身の筋肉を作り上げていた。世界で最も美しいと言われる富田の倒立は桁外れに強い上半身が支えている。360度、どこから見ても微動だにせず一直線に伸びている。真上から見ると体が一つの点のように見える。その倒立がしっかりとしていることによって、まあ、技自体の基本となる部分もやっぱり始まりがしっかりとしていれば、その技もしっかりとしてきますし、うん、倒立というのはスタートでもありまして終わりでもあるので、うん、大切ですね。一方鹿島は伸び悩んでいた。筋肉がなかなかつかないのだ。ウェイトトレーニングを取り入れ上半身を必死に鍛えた。なかなかトレーニングやっててもつかなくて、大学3年生か4年生ぐらいまでは本当に全然つかなかったですね。自信をつけ始めた富田、高校の部室にあった一本のビデオに大きな衝撃を受ける。富田が見たのはバルセロナオリンピックで6つの金メダルを取った選手、ビタリー・シェルボ。ただ難しい演技を成功させているのとは違う質の高い演技。来ました。シェルボの美しい体操に富田は釘付けになった。驚きと、これが体操だなって思いましたね。そこからやっぱり自分の体操は、どういう方向に進めていきたいのかっていうのが本当に明確になったので、そこからが本当にあまり迷うことなく進んでいきましたね。富田は自分の技がどう見えているか
徹底的に研究するようになった。これは当時の練習ノート。頭の先からつま先まであらゆる部分の動きを意識しながら練習していた。富田の体操はみるみるうちに進化した。雲の上の存在だった鹿島を抑え、高校2年3年と高校総体を連覇した。当時はすごい悔しかったですね。すごいなって思いと、その俺何やってんだろうとか、悔しいなとか。競い合いながら二十歳になった二人は日本を代表する選手に成長していた。96年のこの全日本から6連覇を目指しています。塚原が追います。最終種目の鉄棒です。さあここはコールマンです。決まった。決まりました。全日本選手権、富田はコールマンを武器に初優勝。決まった。初優勝の喜びというのはどんなものですか？まだあんまり実感が湧いてないというか、でもまだ少し嬉しい感じが今出てきました。筋力トレーニングの成果が出始めた鹿島、翌2002年の全日本で2位に入る。順天堂大学の4年着地決めました。優勝は富田だった。富田と鹿島は美しい体操を伝統とする日本のエースになった。富田は言ってると思うんですけど、綺麗な体操、美しい体操をやるって、それは僕もずっと目指してるし、目指してきたので、そこら辺はやっぱり同じところを見てたんじゃないですかね。2004年アテネオリンピック開幕。かつて体操王国と言われた日本はモントリオール大会以降低迷を続けていた。富田たちにはメダルの期待がかかっていた。優勝候補筆頭は中国。難度の高い技が武器だ。それに続くのがアメリカ。パワーとキレが持ち味だった。3位争いはヨーロッパチャンピオンのルーマニアと日本だと見られていた。日本の美しい体操が世界の強豪相手にどこまで通じるかが注目された。真っ先に脱落したのは中国だった。あっと失敗。失敗。難度の高い演技をするがミスを連発。一種目目を終わってトップに立ったのはアメリカ。ルーマニアは3位、日本は7位だった。日本の追い上げが始まる。着地は決まった。究極まで完成度を高めた富田にはミスが出ない。伸身の2回宙返り決まるかどうか。その伸身のダブル着地も見事に決まった。決まると分かっているような折り、そういった実施でしたね。自信持ってそういう演技ができるように練習はしていましたんで、
まあ、試合では本当に引けるもの